ロシア貯蓄銀行はロシア最大の商業銀行。正式社名はロシア連邦貯蓄銀行。通称スベルバンクあるいはズベルバンク。世界の資本主義国で上から20位に入る大銀行。個人預金の47.9%、消費者ローンの31%、そして国内企業に対する貸し出しの31%をズベルバンクが言った。 営業権は首都から辺境まで行き届いており、多国籍企業となってもいる。ズベルバンクは、ロシア国立銀行の預金業務を継承したもので、あるが、ルーツは1841年の直霊で設けられた、ズベル金庫まで遡ることができる。ソビエト連邦の崩壊で、ゴスバンクがロシア連邦中央銀行となるとき、預金業務が民営化されて、ズベルバンクとなった。 ロシアの中央銀行は、ズベルバンク全株式の約に3を保有してきたが、ユーロ危機で2012年中に7.6%を売却することになった。2003年、ロスネフチのユーロ債10億ドルを発行した。そしてすべて売却した。2006から7年という世界金融危機の潜伏期間に VTB と合わせて住宅ローンの 約60%を貸し出していた。ズベルバンクはロンドン証券取引所とフランクフルと証券取引所に米国予託証券を上場している。2011年からバンクオブニューヨークメロンを予託先としてきたが2017年4月にホームページで JP モルガンチェイスに変更すると発表した。ズベルバンクとアルファ銀行の店舗は 2014年ウクライナ騒乱でナショナリストの破壊行為にあった。2016年4月、ズベルバンクはイメージ戦略担当としてポデスタを雇用した。スプートニク報道によると、2017年10月頃、中央銀行が前代未聞の勢いで金塊を買い漁ったが、その背景には、2018年ズベルバンクが中国へ10の15トンを再輸出する計画が存在した。 1841年、ニコライ一世がズベル金庫を設立した。これは、ドイツ系のロシア官僚、ゲオルクフォンカンクリンが行った金融改革であった。クリミア戦争後、ロシアでは近代化を目的とした請求な投資が行われ、1858から9年に銀行危機が起こった。ズベルバンクの前身たる銀行軍は、 貴族らの所領を担保とした貸し付けを停止した。これが、低都流れや所領の国有化に発展するかどうか、政治問題として長いこと議論されて、濃度解放令という妥協点が見出された。清掃の最中1860年に国立銀行が設立されて、そこへズベルバンクとなるズベル金庫が編入された。1862年、行用は、 人口7000万に対して14万口座と合計預金850万ルーブルしかなかった。しかし、ドイツから人、物、そして金が流れてきて、この銀行ネットは拡大していった。1880年代には特に大きく成長した。1895年には4000視点と個人口座200万を抱えるほどになったが、1890年代の拡大には、 露出同盟も影響した。1895年、セルゲイビッテが推進した金融改革で金本位制が採用されて、ロシアに外資預金を引き付けた。日露戦争の戦費は交際でまかなわれたが、それは基本的にズベル金庫が保障した。預金している国が交戦していなければ、そういうことができるのである。 第一次世界大戦では預金しているドイツとフランスが敵対した。ロシア政府は政府紙幣を発行するしかなくなった。こうして軍需物資の不足したことがロシア革命を早めた。革命者レーニンは銀行立国スイスに亡命していた。1917年10月、国内の全商業銀行が閉店した。12月の法令でロア銀行のような商業銀行が ロシア国立銀行に編入された。ズベル金庫も国有化された。法人口座が接収され、個人口座は維持された。ビャチェスラフ・メンジンスキーが貯蓄事務局を作らせた。その中で、ズベル金庫を再生しようとして、ロシア革命家の物々交換経済に挫折した。ネップの時政府紙幣が反乱したことを受けて、グリゴリー・ソコリニコフとレオニド・ユロフスキーが、 ダカン銀行券も導入した。1924年までにダカン券が政府紙幣を駆逐した。1923年に国立銀行はゴスバンクとなって、1929年に貯蓄事務局が大倉省へ移管された。貯蓄が奨励されたが、誰も預ける金を持たなかった。1930から32年にゴスバンクは専門家、縦割り行政化した。 ようやく1935から40年の後、可燃計画で戦前の貯蓄水準を回復した。ズベルバンクと新ロシアの関係は、濃度解放令からの因縁である。数軸国が19世紀末から新ロシアで農業を展開していたところ、5可燃計画期のホロドモールが、ウクライナ農業を壊滅させた。これが、独ソ戦の伏線となった。フランスの金融力は、 軍事作戦で敗れとなおソ連を刺激してナチスを駆逐した。ソ連は独ソ戦に勝利するとウクライナ等で綿花を大量生産して世界一の増加率で輸出した。貯蓄事務局は自然改造計画へ投資した。価格の暴落する1952年までに預金額が戦前の水準を回復した。輸出により取得した外貨はスターリンが守っていた。 しかし彼の死後はユーロダラーとして運用された。1963年、貯蓄事務局はゴスバンクに編入された。ユニバーサル・バンクとしてユーロ市場にデビューしたのである。ゴスバンク以外の銀行がロシアから亡くなったので、ロシア人はゴスバンクに預けるしかなかった。1972年、ソ連のユーロダラーは強作で穀物メジャーに流れた。 ユーロダラーの主要な保有者がすっかり交代したので運用しているユーロバンクの勢力図も変わってしまった。ソ連は債務国に転落した。経済と軍事をめぐり、フランスとアメリカに対する外交で何度も譲歩しなければならなくなった。ペレストロイカを観光するほどソ連経済は追い詰められていったのである。ゴスバンクの預金業務は拡大してゆき、 1988年にゴスバンクが中央と5つの専門銀行に分化した。現在の VTB とかズベルバンクはゴスバンク由来の専門銀行であった。銀行業の自由化により現金だけが数年で普及してゆき多くの小売店で深刻な商品不足が続いた。ゴスバンクの預金業務は1991年に民営化されてズベルバンクとなった。 76の地銀が出資するジョイントストックカンパニーとなったのである。この地銀は、帝政時代のズベル金庫と関係がなく、自由化の時雲の竹の子のように設立されたものである。1992年に価格統制が解かれてインフレが起こった。ズベルバンクは、同年初めに預金封鎖を実施した。1993年にズベルバンク会長が交代した。 1993年までにロシア連邦中央銀行がズベルバンクの支配権を握った。財務省は完全支配を目指した。膨大なゼロクーポン債を消化させていたからである。1995年までにズベルバンクのロシア、預金業務におけるシェアは60%くらいに落ち込んでいた。銀行間取引市場が麻痺した時に預金が戻ってきて、 シェアを70%超まで回復した。麻痺の背景には設備更新があった。1994年ズベルバンクがヒューレット・パッカードとユニシスに全支店のコンピュータ化と本店のクリアリングを委託した。そして新しい本部をモスクワの真ん中に建て始めた。1995年初頭に元副財務大臣のアンドレイ・カズミンがズベルバンクの新会長となった。彼は グコビジネスの収益を裏付けとして、拡大路線を打ち出した。1997年に、海外の機関投資家がズベルバンクへ、資本参加した。ズベルバンクはルーブルだてグコを、ドルだてユーロ際に買えることのできる、特権銀行であったので、翌1998年ロシア財政危機が起きた、時に深手を負わずに済んだ。財政危機の間、インコムバンクや、SBS アグロ、 そしてメナテップといったメガバンクの預金は政府の救済措置によってズベルバンクに移すことができた。しかしドル建て預金の利率は引き前のルーブル化に基づいて低かったようだ。ズベルバンクは44万口座を新設した。個人預金の85%がズベルバンクへ集中した。ズベルバンクはグコビジネスから工業投資へ軸足を移した。百九十九年に 貸付額が2から3倍に増加した。ロシア交際を追加発行できるか見極めるため、国際通貨基金がズベルバンクの貸付内容を調べたいと申し入れた。2000年7月に、ズベルバンクは要求の一つを受け入れて、国際会計基準による結果を公表したが、透明性は十分でなかった。2001年、揮発株より安く新株を発行してしまい、 エドモンド・サフラのエルミタージュが不公平を訴えた。ズベルバンクは無視した。2003年、エルミタージュがロンドンの銀行会議でズベルバンクのリースキーなオーバーローンを批判した。ズベルバンクの個人預金におけるシェアは70%を切った。シェアを奪った無保証の中小銀行は資金洗浄の創屈になっていた。これを中央銀行のアンドレが駆逐しようとした。2006年、 しかし、免許を取り消された銀行の経営者に殺されてしまった。2008年、ズベルバンクの貸し倒れは1000億ルーブルに達した。2009年、ベラルーシの老舗 BPS 銀行の経営権を握り、さらにドイツとインドへ進出した。2012年、フォルクスバンクインターナショナルを完全買収した。2011年9月に、ズベルバンクは JP モルマンチェイスから、 輸出促進のため1億ドルを借り入れた。2012年、デニズバンクを買収するとき、ドイツ銀行とロスチャイルド、そしてグループ内の国際運用部門がズベルバンクのフィナンシャルアドバイザーだった。2013年1月、ズベルバンクはモルガンと RBS とゴールドマンサックスの人材を投用した。ありがとうございます。